さあ、海外勢のストリーマーが出した動画を。おい、やっぱ大抵強いだろ、これ。すごい減ってるんだから。え？残空やばない？これ残空やばない？これ大丈夫？オーディ昇竜負けてたんだけど。竜のオーディ昇竜が弱えのか知らねえけど、これ、やばすぎないか。残空がさね、詐欺飛びとか関係なく残空で飛ぶが超強そうだけどな。弾強そうだ。いや、さっき、後でもう一回見せるけど、残空がとにかくやばい。残空がやばすぎる。いや、なんか後ろ投げ、そう、なんかジャスパノートの後ろ投げ置き攻めできないみたいなこと言ってたけど、全然できそうなんだけど、どのキャラクターも。ちょっと、今のすごくないか。マジで、やっぱ豪気超湧くな、これ。豪気超湧くな。大抵やっぱやばいと思うよ、このゲームで。豪気移動早いのに、強形パニカン、マジでやばいと思うけどな。強そう、この太刀中継も。え、こんなくだらない調整したの？この技。ああ、終わった！終わった、これ。ちょっと待って。あった。わ、強制太刀じゃん。これやばいよ。もうこの時点でやばいよ。しゃがみに当たんなよ、これ。これやばすぎるだろう。これまずいよ、太刀強系。はえ、波動。これ多分、ブランカ抜けれないね。この波動。早すぎる。でもあれだね、本当にあれだ。ジャスパした時の強攻撃が半分ぐらいしか。ジャスパした時はあれなんだね。パニカンさせた時。てかドライブゲージがマジ削れなくなってんね。あ、ちょっと待って。今のでわかんない。ジャスパした時と、ほら、ジャスパした時と普通の強形パニカンで全然違ったから、ジャスパしてからのコンボは半分になるってことだね。ジャスパラブーシカはマジで弱くなったね。あー、ジャスパした時のコンボ増加量ちょっと変わってるかもな。まあ、それはね、俺はすごいいいと思う。すごいいいと思う。少ないように見えるね。あ、まあ、でもね、これでいいと思うよ。うん、やっぱすごい普通にコンボした時とジャスパからのコンボでゲージ増加量変わってる気がする。これはね、俺はすごいいい調整だと思う。結局なんか下のゲージが溜まりすぎて意味なくねみたいな状況多いから。いや、ほら、いや、マジ台形ブンブンまで超やべえと思うけどな、俺。あ、でも前投げからはちょっと微妙っぽい。いや、この波動ちょっとやりすぎじゃないか。大丈夫なの、俺。どうすんの？てか、なんでこんなに弾強くすんのかよくわかんねえんだけど、このゲーム。俺、チュンリーおこだよ、今。今、チュンリーおこだよ。チュンリーに勝てねえ。今来た人に、最初の方、やばい。見てほしい。残空、ドーン！やばくない？これ。ザンクドーンっつって。やばくないか、これ。オーディ昇竜、ザンク、通常技対空のキャラクターきつそうだね、ふーんと思ってたら、オーディ昇竜持っててもこの通り。まあ、ガイルとかもいけんじゃない。だってさ、みんなディーリバとか警戒しなきゃいけないところをさ、豪気ザンクやってれば、なんでここ調整しなかったんだろうね、オーディ昇竜。竜のオーディ昇竜ぐらい抜けていいだろうと思っちゃうんだけど。やっぱあれだよね。
足払いから詐欺飛びになってそうだよね。ちょうど。ちょうど詐欺飛びになってるね、これ。ルーラバークマ !NO!NO! ダメージが、ちょっと待って、瞬獄のダメージがわかるんじゃない？いや、わかりにくいな、これ。3700からいくら乗せられる ?3700 から6000。3700から6000ってことは2300か。2300は乗せ。でも豪気の瞬刻強そうだな。またまた。対空からどんだけ運ぶんすか、これこれ対空からどんだけ運ぶんすか。え、これやばくない、これ。ちょっと待って。しかもラシード、ラシードをガチコス、これラシードガチコス、運びすぎだろ、これ。これ対空から運ぶなぁ。すごいなぁ。さすがに減りすぎっす、これ。さすがに減りすぎっす、これ。このコンボ減りすぎっす。豪気にパナしたらこのコンボいかれるんだろうな。しかもこれトラウマコンボだからな。いや、5ゲージ払ってるからじゃないから、これ。だって、この時点で4500だから。SA1で5000いくよ。SA1 で5100。このコンボ SA1 で5100。しかもまだゲージ温存してるからね、これ。これまだゲージ温存してるからね。波動やばすぎるでしょ、この波動。マジでガイルなんだよ。ちょっと待って、これ、もしや、これ、これ、軸ずれ？これ軸ずれする？もしや。サプレッサー？サプレッサーか、これ。これワンチャンサプレッサーないか。サプってない、これ。これサプってない。これサプってない、これ。これサプだよね。サプってるよね。これサプってるよね。これさっき、この、ポーンつって、パニカンから、6500減るコンボあったんだけど。これサプってるよね。マジ？これサプってない、大丈夫これ。捨てゲー大系と捨てゲーサプがあるのこれ。売れましたか。龍はまあちょっと強くなったかなと思うんだけど、やっぱり豪気の対策をしなきゃいけない気がする。この動画を見て豪気の対策をしなきゃいけないと思う。見てこれ、見てほしい、見てほしいよ。龍のこの性能を見てほしいよ。はい、ドンドンドン。はい、いきなり画面発信からの、はい、残空。なぜかオーディショリュー負けちゃうよ。さあ、俺ね、ジャスティが何を言ってるかわからない。あ、途中で繋がった。これ、この、鉄拳パンチやばいよね。オーディ鉄拳パンチ。これあれだな、ちょいちょいジャスティンの顔がアップするのを、ちょっとやめてほしいな。ちょっとゲームに集中させてほしい。お、大事なとこ、大事なとこ。何やったの、何やったの、これ。これ何やってんの、これ。これ何やったの。見せない。